どうもみなさんこんにちは、ニムです。本日もやっていきましょう、レグジー法円統一。今回はどんなことするの？皆さんはオメガルビーアルファサファイアや、ウルトラサンウルトラムーンをプレイしたことがありますか？俺様が最も輝いていた時期と言っても過言ではないぜ。そんな傲慢だにメタグロスが対抗できて、メタグロス相手にはリザードンみたいな関係だったらしいな。シングルでは使えなかったけどメガレックウザも相当ヤバかったって聞いてるな。持ち物自由なメガ進化って誰が聞いてもバグですから。まあそんな栄光も今や過去の出来事だぜ。スイッチになってメガ進化のボスインフレが重なって今やボーマンダもメタグロスもマイナーに片足入れてしまった状態になってしまいました。今の環境はボーマンダ圏外ギリギリあたりにいるらしい。そんな元最強の3匹を使って今回は過酷なランク魔をやっていこうと思います。ということでパーティ紹介、まずはレックウザ。今回使う元最強の1匹です。今回は両刀のレックウザなんだ。レックウザの考察をしていた人の方を使ってみました。せっかく両方とも種族値が高いので両方使いたいですよね。2匹目は元最強ボーマンダ。近伝環境だと素早さが足りない関係でスカーフ型にしています。しかも自進化上のドラゴンテラスでパワー型だぜ。でも相手のパーティにフェアリータイプがいたら激凛打ちにくいよな。逆にいなければ激凛のパワーで近伝だって倒せますよ。それに今回はキノガッサを採用しているので相手の戦術をいくらでも歪ませることが可能ですよ。こいつが方円地方のポケモンで助かったぜ。そして元最強3匹目のメタグロス。何回もアタッカーを試みていますが今現在はこの方が一番使いやすくて落ち着いています。鋼もエスパーも物理はなんかパッとしないんだよね。攻撃上げる手段が増えやメタグロスももっと活躍できんだけどな。だがステロもできるしサイコファングで壁も壊せる。メタグロス自身も壁を張れるし統一ではありがたい一匹だ。なんかの間違いで自己再生やギアチェンジを覚えてくれませんかね。あと2匹はミライドン対策ラグラージ、コライドン対策ペリッパーです。今回は選出しないと思うので省略します。結局ミライドン担当は俺になるんだな。本日はこのパーティで対戦へ行きましょう。1戦目です。お相手の近伝枠はミライドンさん。ラグラージ、出番だぜ。相手のパーティにランドロスがいますが、両刀のレックウザなら優勢軍でランドロスは倒せるはずです。そしてお相手のパーティにフェアリー枠はエルフーンなので、スカーフボーマンダを通せそうですね。エルフーンを選出されない自信はどこから来るの？なんとなくですかね。なんとなくで対戦しないで。それは別にいいのでは。ミライドンに見せてやりましょう。過去の最強の底力ってやつをね。メガ進化なくなったらもうそこに力残ってないのでは。対戦よろしくお願いします。初手はフォレトスさん。意外と硬くてめんどくせえ技持ってるポケモンだぜ。私のパーティには炎タイプは入っていませんが、レックウザがオーバーヒートを覚えているので4倍で吹き飛ばすことができます。だがワンパンは不可能だ。特性知らないけど頑丈持ってそうな見た目しているよね。当然フォレトスさんには耐えられてしまいました。でも頑丈で耐えたとてせいぜいやることは捨てろ。レックウザのタスキが残ればかなり有利な状況になりますよ。レックウザのタスキは残らなかったみたいだけどね。今日はきっとそういう日なんでしょう。ボルチェンから出てきたのはミライドンさん。タスキ残ってたら対面倒せていた可能性ありましたけど、ないなら普通にワンパンされて終了です。まあそこは俺がなんとかするしかないか。というわけでラグラージよろしく。はいよ。優勢軍でしたが2回当てられても耐えてたでしょう。ミライドン相手とはいえ直機持っていたら多少は硬いね。優勢軍耐えて自身で神速圏内には持っていくぜ。今後もミライドン対策よろしくお願いしますね。え、減りすぎでは。メガネ型か。まあ簡単に対策できてたら使用率上位にはなりませんよね。しっかり神速圏内まで持っていってくれたので問題はありません。ミラーコートだったらワンパンできてましたね。ミラーコートずっと入れてはいますがあんま使う場面が来ないのですよね。結局相手の行動次第になっちまうからな。とりあえず神速圏内にはしてくれたのでレックウザから入りましょう。でもこの時点でボーマンダの方が早いからボーマンダから出してもよかったくない？まだミヌ3匹目が確定してからじゃないと技を出ないと思ったので。それにレックウザが神速で少し削ってくれれば俺様であとはなんとかなるぜ。ミライドンさんは残して出てきたのはフォレトスさん。やっぱりやることないフォレトスを切ってくる動きでしたね。2番の実持ってても神速より早くは動けないからな。最後のポケモンはウーラオスさんでした。フェアリータイプがいないから激凛できるぜ。ここは神速でタスキ潰しをやっておきますか。一つ気になるとすればまだテラスタルが残っていることだ。ミライドンがフェアリーだった場合その時点で終わるな。お相手さんはここでテラスタルです。お、ここで使ってくれんのはありがてえぜ。ですが明らか神速に対しての行動なのでノーマルを半減するタイプ鋼テラスタルしてきますよね。これで激凛は半減で受けられてしまうが地面技の一環ができたな。もちろん今回の俺様は自信を覚えてきているぜ。なんなら私たちは少しでも火力上げるためステラ神速してもよかったです。どうせ地面技しか押さないならドラゴンテラスも意味になっちゃうしな。レックウザさんはアイススピナーで倒されちゃいました。ワンチャン氷技ないかなと思いましたが近伝環境ならさすがに持ってますか。だがもう俺様が出てきた時点で勝利することに変わりはねえぜ。初音ミクみたいな色してますね。通常色の方が初音ミクだろ。争いの火種になりそう。あとは自信するだけで終わりですね。
2戦目です。なんだろう、とても悪い夢を見ていた気がする。お相手の金電枠はホワイトキュレムさんです。すげえな、フリドラ持ってたら俺様たち全員に弱点つかれちまうぜ。フリドラに弱すぎる。範囲が広いことがホワイトキュレムのいいとこなんですけどね。ホワイトキュレムは素早さを上げる手段がユーマイスケショしかない。上から攻撃できればめちゃくちゃ強いポケモンなのですよね。だから基本遅い方円統一では最強のポケモンです。いけるかこれ。ホワイトキュレムがいるためボーマンダで上から叩くしかないのですが、ヘイラッシャに羽ばたく神のような天敵がいますね。毎回ヘイラッシャ警戒して選出されてない気がするけど、選出されない要因とかあるのかな。おそらく気のガッサに選出歪まされていると思ってます。この場合なら大して刺さってもないゴリランダーが出てくると思うぜ。一応俺もゴリランダーはヤバいけどな。まあヘイラッシャが出てきてもレッグーザが両頭なので全く倒せないというわけではないです。今度こそ元最強の力を見せつけてやりましょう。対戦よろしくお願いします。初手はランドロスさんです。地味に面倒くさいポケモンですね。メタグロス、たまに冷凍パンチあればと思う場面あるな。幸い威嚇はクリアボディで無効になりますよ。初手はどうするのですか。まずは高校の尻尾を持っているので早急に手放したいです。なのでこのメタグロスの基本行動は初手トリックですね。ランドロスさんはトンボ返り、ステロされると思いましたが冷凍パンチ警戒したのでしょうか。レッグーザの助けが残せるのは助かるぜ。出てきたのはゴリランダーさん。やはりキノガッサに戦術を歪まされているみたいですね。まだ見えてないポケモンはホワイトキュレムで確定。これでドラゴン技を半減できない戦術なのが分かった。それではあとはステロして適当に削り入れてボーマンダ出しましょうか。ゴリランダーに尻尾トリックしてもグラスラあるから意味なさそう。ゴリランダーさんは奇跡の種を持っていました。グラスラで倒せる範囲を上げつつ器用なことするためか。ステロとトリックを一緒にできるポケモンはそう多くありません。鋼タイプだから毒毒玉とか持っていても面白そうだぜ。もうやることやりましたし、メタグロスは退場ですかね。メタグロスこれで終わりなの。耐久に寄せてしまうと技の威力の低さも相まって A135 の火力とはとても思えないです。一応ヘリボンやジャイロボールを覚えれるのだが、体重550kg、S70、この辺の技を採用するには中途半端なステータスだ。メタグロスさんって見た目の割に結構軽いのですね。ヘリボンやヒートスタンプみたいな技は後の世代で実装されたので、4世代くらいまでは割と適当に体重決められているかもしれません。ちなみにサナちゃんの体重は 48kg です。どうして今私の体重を。身長が 160cm だから BMI は 18.91、適正体重より約マイナス 8kg、病気になりにくいちょうどいい数値だわい。久しぶりに出てきてなんだこいつ。よかったですね、サナちゃん。喜んでいいのでしょうか。相手はランドロスに交代してきたな。なんでゴリランダー下げたんだ。わかりません。キノガッサのために HP を残すのでしょうか。だがこれでボーマンダーを出した時にいきなり威嚇もらうことはなくなった。いないキノガッサのおかげで随分理想的な盤面ができつつあるな。最後はバレットパンチで小突いてもらって退場しましょう。グラスフィールドで自身の威力落ちてるけど、さすがに耐えるわけないよな。さあそれでは全抜きの準備が整いました。あとはぶっ放していくだけですよ。それではお願いします。おう、任せろ。ランドロスが鋼テラスの可能性ありますが、ドラゴンテラス激凛でゴリ押ししちゃいましょう。ランドロスさんは引いてゴリランダーさん。これキノガッサいないの察して切りに来た感じか。今回の俺様は自信過剰型、安直な切り行動は負けにつながるぜ。と言っても相手テラスタルしてないよね。ホワイトキュレムがフェアリーテラスになる可能性とかないの。ホワイトキュレムはクロスフレームの火力を上げるために半数以上は炎テラスタルを採用しているぜ。なら気になるのはランドロスさんのテラスタルだけですね。ランドロスはフェアリーテラスの場合がそこあるぞ。もう激凛は始まったので、あとは相手が何かするのを見守るだけです。ゴリランダーを倒したから自信過剰で攻撃が一段階上がるな。これで威嚇が入ったとしても余裕で激凛で吹き飛ばせます。では私はガクマスやってるので終わったら呼んでください。ガクマス中に実況するなよ。逆では。2匹目はキュレムさん。あれ、ランドロスじゃないんだ。もしかしてフェアリーテラスなのでは。ないない、採用率 3% のテラスタルですよ。こんな激凛使っているタイミングで都合よく来るわけないじゃないですか。お前フラグ立ててんの分かってんのか。お相手はテラスタルです。やだ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 、この激凛通すの結構大変なのですよ。そんな 3% のテラスタルで負けたくない。まあそうでしょね、分かってましたよ。はいはい。ちなみにボーマンダのプラス1激凛ではテラスしたキュレムはランスーだが、ドラゴンテラスしている場合は確定一発になるぜ。ランドロスにテラスタルを使うべきだったな。一般ポケモンで金電ワンパンは気分がいいですね。これで攻撃が2段階アップ。もうランドロスではボーマンダーを止められないだろう。この後相手さんは降参を選択しました。対戦ありがとうございました。かなりいい感じに激凛通せた対戦でしたね。みんなもレグジーの効果力ドラゴン技に注意しろよ。3
3戦目、お相手の金殿枠は鳳凰さん。海王が先生じゃない場合の鳳凰対面大丈夫か？烈空座が両頭なので最悪ゴリ押しで倒せるとは思います。それにメタグロスがトリックステロ通せれば鳳凰のブーツ奪うこともできますよ。海竜さんのマルシケも無力化できますね。今回も羽ばたく神さえどかせれば激輪通していけそうです。その羽ばたく神をどかすのが大変なのでは、羽ばたく神に対してラグラージ合わせていきたいところですけど、また選出歪んでゴリランダー出てくると非常に困るので今回もお留守番です。もしかして選出されてないキノガッサが一番活躍しているのでは、対戦よろしくお願いします。初手は鳳凰さん。いきなり出てきやがったぜ。初手で来る鳳凰ってブーツっぽくない気がしますね。それでもやることは変わりませんけど、聖なる炎でワンパンされちゃったりはしないわけ？メタグロスの耐久なら鳳凰の攻撃くらい大体耐えれると思います。強、これなんか火力上がるアイテム持ってませんかね。ここのトリックで何持っているかわかります。これでもフリレックルザでも鳳凰の上から攻撃できるぜ。だがメタグロスはステロするだけで終わるな。どうやら鳳凰さんはこだわりハチマキを持っていたみたいです。思っていたより減ったのはそのせいでしたか。ここでステロするまではいいのですが、問題はこれもう鳳凰が引くことはないってことですよね。結局レックルザでゴリ押しするしかないってことか。両刀だからゴリ押しできるのはわかるが本当に倒せんのか。それを今すぐ証明してあげますよ。ステラする必要がありますが、画廊転生と流星群で耐久に振った鳳凰を倒せたはずです。今回の鳳凰はおそらくそこまで耐久に振っていないので確実に倒せます。レッグーザみたいながっつり両刀のポケモンがステラしているのは似合っているな。我が範囲も豊富なのがいいですね。まあそれでもノマテラ神速がなんだかんだ強そうに見えますけど、ちなみに今とんでもないプレミをしています。ミスする場面とかあった？先に流星群を押してしまったことだな。ここの流星群で大きく削ることはできる。だが鳳凰の攻撃は半減でも聖なる炎だ。もうなんとなくこの後その展開が分かったぜ。こういうことになります。よくわかりました。本来やけどすると倒せねえんじゃねえか。流星群でこれだけ減らせれるなら画用転生で削り切れるでしょう。流星群と画用転生採用しているの小学生方っぽいな。そんな小学生みたいな技構成がレッグーザの最適解なのでキッズにも人気なのは納得ですね。今のキッズに人気の伝説ポケモンって誰になんだろうな。無限大なとかじゃない？ありえそうです。そんなことを話していたら鳳凰さんを突破できましたね。メタグロスとレッグーザの助けを引き換えに鳳凰一匹か。かなり重い代償でしたね。2匹目は羽ばたく神さん。はい、レッグーザ終わりました。神速無効だから何もできねえぜ。というかブエナやスカーフだったらボーマンダより早くないか。ブエナじゃなければ大体メガネか助けです。スカーフボーマンダの方が間違いなく早いでしょう。問題はなんでこだわらせるかですね。ロトムがいなければダブルウィング安定ですが、またキノガッサに選出歪まされてゴリランダーとか出てきてんじゃねえか。その可能性はありそうです。それではよろしくお願いします。おう、任せろ。羽ばたく神はダブルウィングで倒せるので問題ありません。問題は2匹目と外すことです。毎回技外しのこと言っている気がするな。メガ進化してた時は恩返しやステミタックルなど命中安定かつ効果力が出ていた。スカイスキンってとんでもない特性だったとよくわかりますね。とりあえずダブルウィングは当ててくれました。これで自信過剰が発動してさらに火力が上がるが、結局3匹目のポケモン次第だ。最後のポケモンはゴリランダーさんでしたね。キノガッサの吸引力すごすぎる。安心するのはまだ早いぜ。相手はまだテラスタルを使っていない。テラスタイプによってはいくらでも状況はひっくり返るぜ。未来ドン対策で採用されると思われるポケモンですが、何のテラスタルが多いのでしょうか。弱点技の半減で炎、黒馬道家のノーマルに火力アップの草が選ばれがちだ。お相手さんはグラスシートで防御力を上げてきました。何をしてこようが俺様は突っ込むだけだぜ。そりゃこだわっているからな。お相手さんはやはりテラスタルです。この時点で草じゃないのは確定したのではないでしょうか。気候半減だとまずいですね。地面テラスみたいです。海流用の岩テラスとかじゃなければ怠慢で勝てるはずですよ。でもさっきグラスシートで防御上げてたから、ダブルウィング2回で倒すことできるかな。地震過剰のアップ分がなくたってゴリラくらい2回で倒せるぜ。なんか厳しくないですか。グラスフィールドの回復でもしかしたら耐えるかもな。ゴリランダーさんは叩き落とす。相手も打点なかったみたいです。あれ、これスカーフないなら激輪で倒せますね。まさか叩き落とすがアダになるとは。対戦ありがとうございました。皆さんも元最強の3匹使ってみてくださいね。今回の動画さ、出てきてないキノガッサに選出誘導してもらいっぱなしだし、なんだかんだでキノガッサが一番最強だったのでは。本当にキノガッサが応援のポケモンでよかったです。